はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。4時を回りましてですね、8月はですね、22日の火曜日でございまして、21日昨日15時30分に出たザクザクの記事にですね、こういうのございます。中国隠れ負債1800兆円の巨額資産、地方政府が不動産開発に過剰投資、救済策も焼け石に水、金融危機に発展もというですね、まあまあ、特に目新しい事実はないですけど、読んでいきたいと思いますけども。中国恒大集団が米連邦破産法15条の適用を申請したことをきっかけに、中国の不動産バブル崩壊への懸念が改めて広がっている。特に問題視されるのが不動産開発などに資金を投じてきた地方政府の隠れ負債だ。負債総額は約1800兆円との試算もあり、金融危機に発展するリスクがくすぶっている。くすぶっていません、もう金融危機の第一歩に入っています。続けましょう。中国の地方政府は独自で債券を発行することを禁じられているため、傘下の融資平台 LGFV と呼ばれる投資会社を通じて不動産開発や道路ダムなどのインフラ整備を行ってきた。だが過剰投資により不動産市況は悪化、地方政府のバランスシート貸借対照表上に出てこない債務が膨らんでいると指摘されていると、国際通貨基金 IMF は融資平台の負債総額を66兆人民元約1320億円と推計。英氏フィナンシャルタイムズは米ゴールドマンサックスの資産として融資平台を含む地方政府の負債総額94兆人民元約1880兆円と報じた。中国の2022年の国内総生産 GDP121 兆人民元約2420兆円の8割近くに相当する巨額だと。で、次のページ行きましょうね。地方債務の問題は10年以上前から指摘されていたが、習近平指導部は抜本策を講じてこなかった。ここに来て不動産関連企業や投資会社の経営危機が表面化し、地方政府のデフォルト、過去債務不履行が地方銀行などの融資焦げ付きを通じて金融危機に発展するリスクが再燃している。これ1回ね、2015年にこのリスクが起こったんですね。その時は封じ込めました。中国政府は救済策として地方政府に債券発行を通じて約1兆元、20兆円を調達することを認めるとブルームバーグなどが報じた。一部の融資平台は7から 10% の高金利を支払っており、金利 3% 程度の債券に借り換えて負担を軽減できるという。ただ負債総額の規模から見ると焼け石に水との見方もある。金融危機となれば日本など世界経済への影響は避けられない。習指導部の手腕が問われる場面だということで、この記事は終わっております。ですね、ここでですね、1880兆円とかいう数字が上がっていますがですね、そんなんでは済まへんやろなと思います。地方政府表向き債券を発行することが禁止されてるんですけども、抜け道がいろいろあって行われています。で、融資平台というものを通じてガンガンやってるんですけどもですね、こんな数字では済まないと思いますね。中国の GDP はですね、人民元単位で121兆なんですけども、おそらくその5倍ぐらいですね。つまり、簡単に言いますとですね、日本円にすると1京円
ぐらいの債務がですね、この地方政府関係だけであるんではないかなと私は思っています。よくありますよね、どこどこ会社が倒産をしました、負債総額はいくらです、例えば2000億ですとかって言うててですね、日本の場合は破産管財人の弁護士を選定してですね、裁判所がで乗り込んでって、やーっと調べていったら2000億で報道されてたのに4500億あったなんて、そんな話はザラなんですよ。日本なんていうのは中国に比べたらむちゃくちゃ会計基準が厳しいんですね。だからあんまり嘘を言いにくい状態になってる、まあそれでも嘘いっぱい言ってますけどね、粉飾計算してるところいっぱいありますけども、比較的嘘をですね言いにくいような制度のもとでもですね、2000億とか言うときだから4500があったりするのが当たり前なんですね。で中国という国はですね、会計なんていうのはもうあまあまというか基準自体がないという、ないに等しいわけであって、で表に出てくる数字はほんの氷山の一角というふうに私は思っています。で表に出てくる数字だけをですね、このゴールドマンサックスあたりは試算をしているわけでして、その表に出てこないのはいっぱいあると思います。ですので1880兆かける5とすればですね、もしかしたら1件に近い額、あるいはそれを超える額がですね、地方政府という次第兵隊の負債総額ではないかなと。でさらにこれは地方政府有志兵隊だけの問題なんですね。でここにですね、こう不動産会社は入っていないわけです。最近名前がよく出てきますね、碧桂園に恒大ですね、恒大だけでですね日本円48兆円ですね、碧桂園は今年の赤字が1兆円です。多分おそらく100兆円ぐらいのですね、融資総額、負債総額があると思います。なんで、たった2社で150兆表に出てるだけでね、表に出てるだけで、ね、ですんで、この彼らっていうのはですね、不動産大手ではありますけども、それに類するくらいの企業は30社ぐらいあるんですね。そうすると、ここだけでももしかしたらですね、数千兆円、日本円でね、日本で数千兆円あるんちゃうかと、下手したら一軒あるんちゃうかと。で他にもですね、中国には不動産屋さんだけではございません、当たり前ですけども、新幹線のですね、軽くですね13倍の、日本の新幹線の13倍の営業距離が今運行されてて、さらに増えるわけですね。4万2000キロと言われてます、最終的に。日本の新幹線がですね、3000キロでございますから、14倍ですかね。で、ほとんどが赤字でございます。その新幹線作ったお金はどうしたんやというようになりますと、みんな借金なんですね。そういった借金は一体どうなってんのという世界ですね。道路も作っております、高速道路ね、あんまり車が走っていない道路もございます。公園も作っています。なぜそんなもの作るかっていうと、それを作るとですね、その地方の GDP がかさ上げされるわけですね、作った分。建築をしました、インフラ作りましたって言ったら、そこの額だけがピヨッとこのそのエリアの GDP に乗るわけですね。そう、そのエリアの役人がですね、中央に報告するときに、我が地方の経済成長率は 12% ですとかで言えるわけです。そのお金をどうすんのって借金です。借金、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 借金って。ですんで、もろもろですね、中国全体で、ですね、その借金総額がいくらになんねんと言うたら、多分3K とか 2K はいく超えるやろなと、仮に 3K といたしますとですね、中国のですね GDP の10倍以上ということになります。日本はですね、国の借金だけで1200兆円ございまして、今の日本の GDP は560兆円でして、まあ、2倍以上ですね。涼しい顔してますけどね、みんなもうそれでヒーヒー言うてる人は一人もいないわけですね。みんな涼しい顔して、うん、2倍なんとか言ってますね。ですんで、中国がですね10倍あったとしても何の
不思議もないわけですね。ただですね、あれですね、日本の場合はですね、その1200兆円を誰がこう貸してんやとなりますと、我々国民なんですね。で、我々国民が銀行を通じて貸してるわけであってですね、すぐに返せとは言いませんね。みんなが定期預金を解約するとですね、返せとなるんですけど、そんなことしませんから。ところが中国の場合はいろんなところにですね、が債権を持っていまして、時々ですね、銀行に押しかけて現金貸せって言うたらできないって言われたりするわけですね。知らんで、どうなんのか知らんでという感じでございますね。はい、途方もない借金をこれからですね、中国が調整していかなければいけないというお話でございます。ザクザクの1ページ目を貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。